衆議院議員選挙もいよいよ来週です。若者の投票率の低下などが問題されていますが、国民の皆さんは一体どういうふうに思っているのでしょうか。街中の声を聞いてみましょう。いやー、自分は投票行かないですね。いやー、なんか誰に投票していいかよくわかんないですよね。いやー、投票は行かないですね。いや、時間ないんですよ僕。え、期日前投票何それ。いや、投票は行かないですね。いや、いまいちね、こう政府が信用できないんですよ。誰に投票しても無駄かなって思うんですよね。あ、投票もちろん行きます。いや、やっぱりね、こうたった一人のこうたった一票でもね、こう国を動かす力になるんだってね、僕はそう思ってますよ。特にね、こう言ってほしいのはね、こう若い人に言ってほしいですよ。やっぱ最近問題になってるじゃないですか、こう若い人へのこう投票率の低下。やっぱそうなるとね、自然とこう老人向けの政策になっていくわけですよ。そうなると苦しむのはやっぱり若い人たちなんですよ。で、やっぱりね、僕がね、国に求めたいのはですよ、やっぱ労働改革ですかね。最近いろいろ問題になってるじゃないですか、サービス残業やら、こう時間外労働。やっぱりね、こうそういうのをもっとこう政府にはこう厳しく取り締まっていただきたいと言いますか、そうですね、やっぱりこう働く者、働く人のためにこうもっと尽力してほしいなって私は思いますね。巡り巡る夏の中で掲ぐ願いは風に乗り